ために今日は開始時間が遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。本日は法医学院軽音楽部アフターグローロッキングフェスタにお越しいただき誠にありがとうございます。ございます。本日司会は木村、そして押谷、あと、ここにはいませんが、酒井、架橋、あとの5人で、お送りしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。さて、ここで初注意があります。ホール内での飲食、フラッシュを焚いての撮影はご遠慮ください。ゴミはホール内に捨てず、ゴミ箱に捨てるようにお願いします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ホール内への出入りは演奏中はできませんので、演奏が終わってから出るようにお願いします。楽しいライブにしていきたいと思っているのでご協力お願いします。それでは早速始めてまいりましょう。アフターグローロッキングフェスタ、最初のバンドは爽やかで届けてくれるコネクトの皆さんです。それではアフターグローロッキングフェスタ開演です。どうぞ。Yeah.
組という曲をやらせていただきました。ベースがチューニングするまでに、ちょっと MC をしたいんですけど、今の曲は、まあ、僕が、青春をテーマにした、まあ、青春ラブソングみたいな。青春をテーマにした、曲、聴いてもらいました。恋文という曲をやらせていただきました。次の曲なんですけど、次の曲は、俺らがこの、4人っていうか、まあ本当は5人だったんですけどね、まあ4人になってから、作ったオリジナルを、まあ一番最初に作ったオリジナルですね。なんかもうもういろんな思いが、詰まってるんで、なんだろうまあ、ぜひ、まあ、僕たちはなんかこう、なんて言うんだろうな、耳に残るような音楽を作っていきたいと思ってるので、ぜひこの中にもこの曲を聴いて耳に残ってくれたらなと思ってます。僕たちは、3年生が3人で、ドラムの彼だけ、2年生なんですけど、ここから、まあ、ライブ始まったんですけど、この後も、タメの学年も、後輩の学年も素晴らしいバンドがたくさん出てくるんで、僕たちは2曲、チャットやって、みんなに、皆さんに、最高の、ね、状態で他のバンドも、楽しんでいただきたいなと思います。じゃあ聴いてください、ベストです。Down.
ありがとうございました。コネクトでした。